回はアメリカ海軍のズムオルト級ミサイル駆逐艦を紹介したいと思います。特徴的な形をしたこの駆逐艦は高度なステルス性能、革新的な推進システム、そして強力で精密な地上攻撃能力を備え、海を支配する次世代のマルチミッション戦闘艦として開発されました。計画当初32隻もの大量建造が予定されていましたが、研究開発費の高騰により24隻に縮小、その後さらに7隻まで減らされ、最終的には3隻のみ建造されることになりました。研究開発費を含めた総費用は実に2兆5000億円、1隻あたりの価格は8400億円にもなります。全長186メートル、満載排水量1万6000トンもの巨大な船体を持つズムウォルト級には、最新の統合電気推進が採用されており、発電機としてガスタービンエンジンを2機搭載しています。このエンジンは大型旅客機、ボーイング777に搭載されているものの船舶用派生型で、補助発電機2機と合わせ、最大で78メガワット、一般家庭5万世帯分もの電力を供給することができます。そして特徴的な船体構造は敵のレーダーから探知されにくくするためのもので、タンブルホームと呼ばれる波を貫通するように進む船首の形状や艦橋、マスト、レーダーなどを一つの巨大な塔に収めるなど、極限までレーダー反射面積を抑えています。これにより、この巨大な駆逐艦が敵のレーダーには小型漁船にしか見えないとも言われています。革新的な新技術を詰め込み、最強の水上戦闘艦になる予定だったズムウォルト級ですが、大きな誤算がありました。陸上へ精密射撃を行うために開発された長距離対地攻撃弾の搭載が中止されたのです。この砲弾は補助ロケット、GPS 誘導装置により最大150キロ遠方の標的に毎分20発もの精密攻撃を行うことができます。開発段階では1発あたり500万円と想定していた価格が、ズムオルト級の建造数減少により砲弾の調達数も減少、量産効果がなくなり1発あたり1億円と高騰してしまったからです。計画当初の重要なミッションである地上攻撃能力を失ったズムオルト級駆逐艦、失敗作と批判する声も多くありましたが、海軍はズムオルト級に新たなミッションを与えます。それは海上攻撃任務です。現在ズムオルトはスタンダードミサイル6、マリタイムストライクトマホークという2つのミサイルの運用テストを行っています。対空、対艦、対弾道ミサイルと3つのミッションをこなせる長射程多目的ミサイル SM6、 射程1500キロ以上、移動中の海上標的を攻撃できるトマホーク巡航ミサイルの最新バージョン、トマホークブロック 5A MST。さらに海軍はレーザー兵器の搭載も検討するなど、ズムオルト級のミッションを陸上攻撃から海上攻撃にシフトさせ、アメリカ海軍で最強の攻撃プラットフォームに育て上げるつもりです。
this, and maybe you will watch the show. Well, I think... This narration is brought to you by Anne. Thank you.